先週の金曜、あいにくの雨模様となった秋季キャンプ最終日。練習前には2週間練習を共にしたパドレスの選手たちと別れの挨拶。さらにその中に誕生日のメンバーがいると分かると、マイクトラウトハッピーバースデー。海野選手がこのキャンプ2度目の熱唱、最後は記念撮影も行い、チームも穏やかなムードに包まれました。きつい練習に耐え、最後までバットを振り抜いた選手たち、藤本監督の評価は。各コーチがね、しっかりと、量をまずさせてくれたっていうこと、それに対して選手がね、しっかりとそれに応えたっていう、野手も投手も目の色を変えて、この秋のキャンプ取り組んでくれたんでね、これはもう、1人、2人じゃなくて、全員です。チーム2位という本当悔しい成績で、まあ、終わってしまいましたけど、やっぱその悔しい気持ちをこの秋のキャンプで表したというか、その気持ちがあったからこそ、やっぱこれだけの、まあ、メニューをこなせたというところはあったと思うんで、春のキャンプからまた全体で競争が始まりますんで、しっかりその競争を勝ち抜いて、でまずはリーグ優勝、そこを目指してまずは頑張っていきたいなというふうに思いますんで。一方こちらはピッチャー陣がお昼ご飯をかけてじゃんけんポン。さあ誰が、あ、負けた甲斐野投手のおごりでお昼を買い込む姿が見られました。ごちそうさまです。すごいカメラ、練習中よりカメラ向いてる。そしてキャンプの最後を締めるのは栗原副キャプテン。この今シーズンすごく大事になってくると思います。一人一人が自覚責任を持って一日一日を過ごしていきましょう。そしてこの悔しさは来年必ず晴らしましょう。今朝僕が見つけた素敵な言葉を皆さんに最後送って締めさせていただきたいと思います。オフシーズンはさらに自分との勝負になるてな感じで、オハモニーです。バイ斉藤和美のツイッターより。まさかのコーチいじりに斉藤コーチは、やりやがったなっていうね、途中でも気づいた、はい、まあまあまあよしとします。はい、お手拝借よ、ありがとうございました。王座奪還へ、来季に向けた実りある秋季キャンプが幕を閉じました。